はいどうもりょういちです。それではセブンデイズトゥーダイミディーバルモッドやっていきたいと思います。久しぶりのね、ミディーバルモッドですね。最近はちょっと新作ゲームがね、多くてね、やれてなかったんですけどね。その間にね、アップデートがね、何回か入ったみたいで。でね、建物が結構追加されたみたいなんで、ちょっとね、新しい世界にね、またなってしまいました。新しい世界にね、ワイプしました。 そしてまあ装備だけね、とりあえずまたいき,いきなりゼロからね、始めるのもね、アルファ1 7も迫ってることだから、まあいきなりゼロから立て直すのもね、ちょっと大変だから、一応装備とね、キャラクターだけね、えー、持ってきて、あとちょっとしたブロックとかね、あの、蓄えたブロックとかお金ぐらいはね、持ってきて、っていう感じでね、新しい世界でちょっとね、また新たな冒険をね、やりたいと思います。 俺の城はね、一向に完成しないね、残念ながら。まあ仕方ないけどね、ワイプはね、まあいつものことだからね、仕方ないけど、まあでかすぎるものをね、作ろうとするからね、あの、完成しないんだけどね、着手できてないっていうのもあるし、素材もいっぱいいるから、もう身の丈にあったね、小さなね、あの、建物をね、今度は建てようかな。それぐらいだったらまあ、建てれるでしょう。まあアルファ17も迫ってきてるからね、あの、あんまりね、長居もできないかもしんないから、だから小さなもの、身の丈にあったね、小さな、まあ、古城だな。 古城古いじゃなくて小さい城古城を作ろうそうしようよしとりあえずねあのー、ここにいても仕方がないからえー、っとあのー、北の大地とクリスタルバイオームに特殊な建物とかが専用の建物が追加されたらしいからとりあえずはねまあ他の場所にも追加されてるかもしんないけどとりあえずは、えー、北と、えー、端っこだね北と西でいいかな今西にいるから西側に 寄ってるからね、北と西の,はあの端っこかな北西の角にでも行きましょうかよしとりあえず向かいつつまあ道中にね何か知らない建物とかあればねその辺寄っていこうまあ森とかも経由してもしかしたらその辺にまた新たな建物とかね研究所的なものとかが追加されてるかもしんないしねお城とかもあるかもしんないしその辺が全然わからないからな よし楽しみだなよし行くぞはい森バイオームに差し掛かりましたねおあんなところに研究所がありますねこれは前にも追加されてたねエルフの研究所とかブロッコリーハウスですねあとはこの辺の小屋とかはわからないなさすがに全部は覚えてないからねあこういうのはまああったかもしれないしなかったかもしれない多分あっただろうな全部は覚えてないからなでも何か追加されてる可能性もあるな もうちょっと森バイオームを探索してみようか。結構でもマップが今回広くなったみたいだから、クリスタルバイオームとかね、あの全体的に広くなったみたいだから割とね、遠かったけどね。このまま東に行ってしまってもいいけどね、東の端まで行ってしまってもありかな。あんまり平坦な地形がないから、建物もこの辺は少ないな。もうちょっと平坦な場所を探すか。 お、また研究所がありましたね。セットでできるようになったのかなそんなことはないかな二つセットで並んでるけどね。まああのブロッコリーが山ほどできてた現象はちょっと抑えられたのかな山ほどあったからな。ちょっと歩くだけでブロッコリー生えったから。多分それは少なくなったんだろう。いいね。バランスがいい感じだ。他にもなんかないかな森側には何も追加されてないのかな何も追加されてないか。ブロッコリーあったわ。ブロッコリーハウス。 なんかお城とか、なんかないか。なんも見えないね。しかし、なんもないわ。あ、エルフのやつ。結構森にも追加されてんな。あ、ブロッコリーだ。結構出てきたわ、やっぱり。出るとこには出るんだ。あ、で、これか。これも前はあったね。特にないか。まあ、レアな建物だったらなかなか発見は難しいかもしれないからな。よし、とりあえず、まあ、北の方に行ってみるか。北とクリスタルバイオームの端っこに行ってみよう。 森はまたちょっと探索しようおっ、櫓が見えてきたっぽいぞ。多くの地かな。多くの地っぽいな。どっからが境目だろう。あそこに櫓があるから、あの手前ぐらいが境目かな。もう来るのかなじゃあ。もう入りそうだね。北の大地だね。とりあえず。どこらへんだろう怖いな。急にトゲとか出てくるからな。でも櫓あるぞ。まだか、でも。もうそろそろ。際なのか、あそこが。 完全な。ここで境目かな。あれラあるけど、まだ、まだあれ,あれだな。いばらがないぞ。あれラって普通のとこにもできんのかなそれとも近辺には出るのかなこの近く。近くには出るようになったのかそれとも多くの血が若干何か変わった可能性あるのか狼。わからんけど。櫓だらけだな。ここはいつもの櫓あるね。 あれは何だろうあれまだちょっとブロックが表示されてないな。あれ新しく追加されたやつかなあ、これはオークケーブか。オークケーブだなラ。ビッグ、ビッグオークケーブ。ラージだ。ラージだな。あ、この先からあれか。ちょっと砂地になってんね。この先から完全なあれか。北の大地だね。なるほどね。ちょっと拡張されたから、手前にも表示されてんのかな前のエリアだった部分がもしかしたら、 とかかできてんのかもしんないねマップが拡大されたことによって分からんけど北の大地も怖いからな町とか前みたいに近くにあればねいいんだけどないかなとりあえずクリスタルとの境目らへんに行ってみるかあの辺山だけどこの辺に平坦な土地がねいくつかあれば過ごしやすいけどね、まあ、ちょっと西の方に行ってみよう お、山から結構見渡せるぞ。あそこなんか新しそうな建物あるな。あの円形のやつは多分あれをなんだスケルトンかなんかのやつだったよね。であの奥はなんだろうな。あれはでもルインズかな。なんかの。前あれか。あのー、なんか出たやつか。オークとか。結構出てきたやつかな。地下にちょっと宝があって。それかな。あ、それっぽいか。それっぽいな。新しいやつではないか。 これも,もあれか。普通のああいうやつだな。そうだな。おそらくそうだな。うん。これもお馴染みのやつか。前あったね。まあ違うバリエーションかもしんないけど。この辺は普通の、普通の大地にね、あの、あるからいいね。多くの建物が。もしかしたらこっち側にね、新しめの建物ができてたらいい。わかりやすいし、ね、漁りやすいんだけどね。 向こう側にポツポツと建物はあるけどねどうだろうなあれだけ怪しいのはあるけどなオークケーブの可能性もあるか今はちょっと危険だし道もつながってないと結構危険だからな茨の道を行くのはね結構進んできたけど新しい建物はね発見できずだなあ櫓と小屋ばかりだねあとオークケーブかそれが多いねまあもっと奥地に行かないと出現しないのかもしんないしな それからレアな建物だったらね、あんまり数はないのかもしれない。マップが外れだったらね、そもそも出現してない可能性だってあるしな。まあ仕方ねえな、それは。とりあえず、とりあえず西を目指そう。お向こうの方に塔みたいなものがね、見えますね。あれはちょっと新しいんじゃないかそして大地的にそろそろもう西の端っぽい、クリスタルバイオームっぽいな、あれ。 クリスタルバイオームにできた建物かなクリスタルバイオームは建物がそもそもなかったからね。何かあれば特殊な建物なのかあ,あっちにもあるぞ。あクリスタルがポツポツと湧いてきたな。湧いてきましたわ。行くか。行ってみるか。あそこ。一気に行ってみるか。この装備で大丈夫かいきなり行って大丈夫かな馬と全てを失って俺はどっか知らない大地に飛ばされるんじゃないだろうか。いきなり突入して。大丈夫かなとりあえず。 とりあえずあそこ行きたい。とりあえずあそこ行きたいんだ、私は。行けよし。絶対でも敵沸くよな、あの周りで。うわすごい。うわ、湧いた。うわ、ワイバーンだ。ワイバーンだ。一番厄介なやつか。ああ、ビーストも出てる。ああ、ビーストも出てる。ああ、まずいね、これは。これはまずいかもしんないね。うわ、まずいぞ。どうする一旦どうする一旦考えよう。一旦考えてる余裕もないな。 もう端っこだな、これ完全に。ああ、向こうにもなんかある。なんか平べったいなんかあるぞ。怪しいな。うわ、すげえ。クリスタルバイオームにいっぱい建物が、いっぱい建物があります。すごいな。いっぱいできたんだ。こっちがメインなのかな。今までなかったからね。建物が一つもなかったから。大半はここに新しいのが追加されたのか。うわー、いっぱい敵もいるぞ。まずい。どっかに、どっかに逃げ込め。安全、うお、安全ゾーンはないのか。これ、うおー、すげえ。でけえクリスタル。でけえクリスタルの塊みたいな。 すげえ敵が湧いてきそう一旦一旦落ち着かないと馬ごと失ってしまうなこのままだとこの小屋だこの小屋に逃げ込むかと危ない危ない危ない,危ないくそよいしょあジャンプできなかったこの小屋も絶対安全じゃないけど お、あそこにもなんかあるぞ。あれも平べったいやつか。さっき遠くに見えたやつじゃない平べったいなんか。怪しいな、あれ。あれもクリスタルの土地だよね。怪しい。あれ怪しいな。いや、でもあそこも割と遠いからな。危険だろうな。どっかをとりあえず根城にしないといけないか。安全ゾーンを作らないとな。クリスタルの地に安全ゾーンを作るか、適当に離れたポイントに安全ゾーンを作るかだけど。 離れたポイントはちょっとガタガタだからな。安全ゾーンがないな。あっちの方とか行ってみるかな。あの平べったいところ行けるかな。いや、行けないか。道がなんか続いてそうではあるな。ちょうどオークとの境目でもあるから余計危険かな。ああ、出てくるね。ビースト。普通に出てくるね。うわー、いるいる。うわ、すげえな、あっちも。 これ恐ろしいぞ。道が続いてる。あ、道が続いてるけど危ない。読み込まれてない。まず読み込まれてないぞ。若干読み込まれてない。チャンク抜けするぞ、これ。危ない。危ない、危ない、危ない。ちょっと勝利が重いか読み込んでくれ。急いで読み込んで。急げ。急いで読み込んで。おお、店。店が来た。よしよし。読み込まれてないから敵も湧いてないぞ。チャンスか。いや、チャンスじゃない。ピンチ。来ました。謎の建物。早く読み込め。早く読み込め。 おー、出てくる、出てくる。うーわ、出てきた。敵も出てきた。一緒に出てきた。一緒に出てくるなよ、敵は。これは危ない。ワイバーンは、ワイバーンも来てんね。いろいろ来てんね。ジャガーの音も来てんね。これまずいね。結局まずいね。危ない、危ない、危ない。うわ、読み込まれたけど。こんな見た目だったのが岩じゃん。すげえ、建物じゃねえし。で、なんか殴られた。なんだこれ。わからんな。わからんな、これ。ダンジョンかな。ダンジョンの可能性もあるな。 ダンジョンだったらさすがにねじろにはできないか一旦戻ろうやっぱりここは危険すぎるやはりダメかすぐには無理だなさすがに武器とかねあってもレベルはあるから倒せないことはないだろうけどねなかなか一気に行ってちょっとっていうのは厳しいかさすがにねやられかねないやられたら終わりだから今ベッドも置いてないし馬も失,失ったら終わりだ1頭しかいないから装備が何もね設備も何もないから 1一回やられると立て直すことはできないからな今の俺はだからなんとかねやっぱ拠点を作ろう拠点を作るしかないわこの辺平坦だからこの辺でもいいなとりあえずこの辺に住んでもいいしお店とかあればいいけどなさそうだな建物もないしお城もないんだなあんまり見えなかったからなこのマップはちょっと外れかもしんないけどまあ仕方がないとりあえずとりあえずあの小屋にするかあの小屋でちょっと あの小屋じゃなくてみんなあの小屋ぐらいだったらもう自分で建てた方が早いからなんか建てるかおこの建物はあれだね前にね見たやつだななんか小さなお城みたいな感じだったな中は何かあったかなちょっと覚えてないけどね何かあったかもしれないな探索はちょっとはできるかもしれないなんかトゲがダメージトゲというかお堀になんかダメージ判定がなんかあった気がするね変にねダメージ食らったような気がするわ そんな建物だったな。ここはホードとかで使ってもいいかもしんないね。ちっちゃいけど。とりあえずね。とりあえずじゃあこの辺になんか建てるか。もうクリスタルバイオーム目の前にね。この辺ちょっと平坦だし、もうちっちゃめのもう拠点を建てよう。ここに建てて、で、ここを拠点にしつつね、探索とかね、やっていきましょう。よし。時間もあまりないしね、ちゃちゃっと家をね、作ってしまうか。俺の古城を作ろう。 次回だな夜になってくるしね次回ちょっと作っていこうかまあ素材がちょっとね、まあ、ウッドフレームとかブロックは持ってきたけどランプとかその辺はないからね木をねちょっとだけ買ったり植えたりしてねそれでなんとかね整えていくしかないなまあそんな感じだなまたちょっと建てていこう次回から拠点を作ってで探索とやっていきたいと思いますというわけで今回はこの辺で終了しますこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしますご視聴 ありがとうございました。